皆さんこんにちは、大野和志です。ただめから新国立劇場オペラパラスのですね、2020年、21年の新しい、ラインナップをご紹介させていただきたいと思います。このシーズンは私の、3シーズン目となるわけですね。私の中には20世紀のオペラをね、これからどんどん紹介していきたい。で、その第一弾としてですね、ベンジャミン・ブリテンの夏の夜の夢というオペラはですね、20世紀のオペラとしてね、楽しいオペラはないですね。このぐらい笑えてですよ、しかも上品なね、音楽の仕様というかですね、音楽の装飾というかね、人間たちの心をこうくすぐるような音が散りばめられていて、20世紀のオペラってこんな楽しいんだっていうのを味わっていただきたいと思って、持ってきました。一人の中でこう繰り返されるこう冗談のような妖精のね、ちょっといたずらによって起こされるオペラなんですけども、幕引かの舞台はね、舞台とね、それから客席のね、間もなんとなくモヤモヤしてて、霧がかぶっているような形でね、あたかも全体が森になったような錯覚を覚えるような舞台空間になると思います。さて、今回の指揮者マーティン・ブラビンスさんという人はイングリッシュ・ナショナル・オペラ、そこの音楽監督ということなので、ブリトンはもちろんことながら、例えばボーン・ウィリアムスの南極交響曲とかね、日本初演として聴かせてくれたり、でその彼が呼ばれることになってとても喜んでいます。そしてですね、ライサンダー、ディミトリアス、ハーミア、ヘレナってこの4人の恋人たちはそれぞれ、ミケーレ・アンジェリーニ、ダニエル・オクリッチ、タマラ・クーラ、そしてバルダ・ウィルソンとですね、若いんですけども、もう実力派ですね。そしてオベロンという妖精の王様なんですけども、私たちのヒーローであります藤木大地さん、素晴らしいカウンターテナー、彼が、もう最初と最後をね、全部こう締めるわけですね。今回作曲家、移植ということで、飛ぶ鳥を落とす勢いでこう名前をどんどんジャイアントに していっている、藤倉大さんというですね、新しいアイデアを出すのが得意な人で、ちょうど3年ぐらい前ですけど、お願いしますと言った時に、彼がですね、パッとこう言った名前が H.G. ウェルズという人なんですけども、彼はですね、SF の父と言われている人なんですね。藤倉さんが選んだのはね、短編だったんですよ。世界最終戦争の夢っていうね、それがアルマゲの世界最終戦争ですね。筋としてはね、最初地下鉄に乗ってるんですね、会話をしてるんだけども、なんとなくね、その周りにね、ポツンとね、黒点が落ちてくるようなね、こう感じをね、持ちながら、その一部が終わるんですよ。で、次の場面では、自分たちの平和な家庭の場面が出てきた。そこにもね、何かしらね、こう、空から今度は、こう、雲がね、こう、いつもとは違った形状で、こう、とどまっている。結局、その、最初黒点であったものがですよ、だんだんそれがですね、私たちが後から体験することになる、大量殺人兵器、の顔をしてくるんですよ。あるいはディーンとラジオから聞こえてくるメッセージを聞いたら、それがね、とんでもない、力が今押し寄せてきているところで、でそれがね、どうやら全体主義の動きがね、もう広まってくるっていうことがだんだん分かってくるっていうような書き方がしてあって、でそれとともにこう進軍してくる、今度は合唱がね、兵隊の姿になってこうガッと現れてくるようになって、最終的にソルジャーが大量殺人兵器を使って人をどんどん殺していく。そして、そこにはなんと原子爆弾であると想像されるものがそこで炸裂するんですよね。っていうようなところまで、黙々と黒い点がうごめいて、私たちのその空間を圧倒してしまうっていうのはね、それがその短編に押し込まれてるんですけど、それ彼は第一次世界大戦の前に書いてるんですよ。だから面白い作家ですよね。H.G. ウェルズの才能っていうのは、そういう意味で先の時代、あるいは先の時代のいろんなこう顕在化するであろう問題を夢のようにして私たち前にこう提示するっていうことができた、類まれな才能なんではないかなと思いましたね。このリディア・シュタイアーさんっていう人は、私は藤倉さんに、お願いしようと彼に話した時にですね、すぐ出てきた演出家の、じゃあこの人と組みたいと、問題のありどころをこう直感するっていう能力に非常に長けてる人なので、
この作品を素晴らしく描いてくれるだろうというふうに思っています。で、なんとですね、このスコアはですね、去年の、春の時点でもう終わってたんです。もうできてるんです。いやいや、びっくりしましたね、これは。この後私のオペラの指揮者としての生活でも初めてのことで、ヨナキウグイス、ストラヴィンスキーですね。彼は春の祭典なんかを書くまではね、管弦楽の名手であった作曲家についてキャリアを伸ばしていくわけですよね。で、その頂点がある意味で、春の祭典、1913年。そして14年に第一次世界大戦始まると。で、彼自身はヨーロッパ上を逃げ惑わなければいけなかった。で、その間中ずっと書かれてたのがこれ、ヨナキウグイスなんですよね。ケオティックなですね、喧騒っていうようなね、そんな音楽が出てくるんだけど、それと同時に一番最初は漁師がですね、お魚をこう釣りながら、そこで聞こえてくるコロラティラのウグイスの声にね、しみじみとこう耳を傾けるというようなところから始まって、ウグイスが、宮廷で、今病気に苛まれている王様の元で自分の声を聞かせたら、王様が、よくなるんだけども、遠心たちが機械仕掛けのウグイスとの連れてきちゃうんですよね。ゼンマイ仕掛けの声を出したら、途端にウグイスもいなくなっちゃって、王様の病気はもっと悪くなっちゃうっていうところからね、今度死神が出てくるんですよ。もうお前の運命はもうここだと、自分であるというようなことを歌うときは、なんとですね、オイディプス王のような響きをね、このオペラは持ってるんですよ。時世の句みたいなね、あるべきところに音がポッポッポッと、その合間はもう全部こうガランドのように見えて、そこに何かしらこう悲しみが詰まってるとかね、そういう精神性までね、彼はこう達しするんですよね。また彼は彼ですね、天才ですから、そういう世界的な事件が起こったりとか、あるいは自分の国の壮大なるこう流れ、それを背負いながら世界のコンフュージョンというのも体験しながら、そしてやがて彼はもっともっと奥にある自分と語り出すっていうね、そういう時期が来るんですけども、これが象徴的な作品なんですよね。昔のあの世界ではなくて、もう一つも二つも進んでしまった世界の中で、どこか儚さを感じさせて終わるっていうね、そういう意味ではね、大変奥深い作品なんですよね。休憩後はヨランタといって、チャイコフスキーがですね、書いた一幕もののオペラで、これは、彼が一番最後に書いたオペラですね。今度のヨランタさんっていうのはずっと自分の父親のもとで、こう、目が見えない。だけども、それが誰にも分からないようにって言って、外に出て暮らしたことが一回もない状態で娘さんになって。で、そのボーデモンの、理解力と包容力とのもとに、彼女自身の中にあった光というのが、それと外の光と最終的にこう、わーっとこう結びついていくっていうのがね、このオペラのまたね、泣けるとこなんですよね。チャイコスキーってのは切ない旋律線とか、あるいはこの慟哭するような和音流れとかね、まあ、とてもとてもその情熱的で、しかもちょっとこう いつもはにかむような形でね、決してこう劇場っていうよりも和音でもってこう人をこうかき抱いてるようなね、そういう響きを作れた、まあ、人なんですが、このイオランタにおいてはね、そうしたこう内に向かってくーっとかき抱くっていうような温かいね、チャイコフスキーの一番繊細で美しい部分がね、最後のオペラとしてそこに封じ込められているというですね、皆さんに体験していただきたい、選ばれた時っていう感じでしょうかね。実はこのイオランタをココスさんに本舞台でやっていただくことを決定した時期に、研修所が一緒に勉強することができないかというような相談をしました時に、彼は喜んでその研修所の皆さんと最初にここで知り合って、でその経験ももとに本舞台の初登場ということになります。いろいろな意味で準備、万端な形でこの舞台に臨んでくれるんだというふうに思います。アレクソレに私は期待しておりますのは、クラルドットが終わった後に彼とこのプロダクションの話をした時に、彼は今度はより室内楽的な語りを伴う劇になるだろう、それはその通りだと思いますね。アレクス・オリエとの共演ではまたこういろいろなことを再発見していけるのではないかと思います。そしてカルメンにはですね、ステファニー・ドストラックというですね、非常にこう充実した中音域を、ね、誇る歌い手になって、今こそ彼女はカルメン歌える歌手になってきたのではないかなというふうに思っています。それからミグラン・アガザニアンというドン・ホセですけどね、この2年間ぐらいの間にね、
バーンって大劇場回った。大劇場でしか見ない顔になっちゃった。まあ今こんだけ長い時間をかけて日本に来てくれるのはね、本当ありがたいことですね。あとはエスカミリオは、アレクサンドル・ドゥハメルという生粋のフランス人で、パリのオペラ座などでエスカミリオとして功名を欲しいままにしているという大手さんです。そして皆様、ご存知の、砂川涼子さんがミカエラです。日本人にとっての宝物である大スターですよね。もう私たちの新しいカルメンにも欠かせない人材だというふうにずっと思っておりました。アイゼンシュタインが何といってもこのシュムッツハルツさんというのはもう歌い手としてももうバイロイトでも歌ってるし、それからあとねドイツリードがすごくうまいんですよね。この人はドイツリードのアルバムをいっぱい入れてますので、そういう意味ではもう歌い手としても素晴らしいし、ということはそれだけでもいろいろな顔を同時に持ってる人だというので、もうアイゼンシュタインにはぴったりだというふうに思いますね。あと ロザリンでケスラーさんっていうのはね、もうバロックのオペラから、モーツァルトのオペラから、それから現代の曲からありとあらゆるこうレパートリーを身につけている人で、そういう中から、粋なお姉さんのね女性の姿を演じてくれるんじゃないかというふうに思っています。クルーズ・リールなんて言ったらもう本当にそうですよね。こういう役でねこれだけ年季の入った歌手が出てくれるというのは嬉しい限りだと思いますよね。本当にバシッとこういいところを締めてくれるんじゃないかと思って。ダニエル・カレガーリというのはね、もうイタリアのオペラの指揮者としてはもう重鎮に属する人ですよね。まだまだお若いけれども、でも、巨匠の一人だというのを今言っていいんじゃないでしょうかね。そして、キアラ・イゾットというのはですね、最近富にトスカ役でイタリアでも名をメキメキとこう上げてきている人で、フィレンツェの新しいプロダクションで名を上げた人ですね。そして、カバラドッチ・フランチェスコ・メイリ、もともとスピントの声は素晴らしいビームのかかった声を出しますからね。だそれを三幕にもう一度私たちを泣かしてくれるっていう声にコントロールしてくれるんじゃないかなと期待しています。指揮者にまずねエベニーノ・ピードというね、ウィーンの劇場の中でも本当にもう大活躍ですけども、本当にプロフェッショナルな指揮者を持ってきて、なんといってもアンサンブルオペラですからね。そのアンサンブルをやっぱうまくまとめて、うまくバランスをとって、そして弾けるとこ弾けて、そういうことをやっぱこうやってくれる指揮者をねやっぱり用意したいなと思っていて、ピート・ブリアンテ、それからセレーナ・ガンベローニ、あ素晴らしい配役ですよね。そしてスザンナにウスキアイ、それからケルビーノにワキドナヤっていうね、これまた日本のスターですよね。若きスターたちを組み合わせるというのはね、今回フィガラでできたことにとてもとても私は嬉しく思っておりまして、2幕の絢爛たるフィナーレの部分なんかはね、もう本当に大レビューを見ているような迫力なんじゃないかと思います。今までの20年の新国立劇場の歴史の中で、指揮者の方が、ゲイツ監督をやられた後に指揮者としてこのピットにもう一度戻られたっていうことが今までなかったですね。極めつけのワグナー解釈者としてね指揮台に乗っていただくというのはね、もう非常に必然な流れだと思いましたので、そして彼の目の前にはもう全く紹介する必要ない名前がトン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 、テオリンはいるし、藤村さんはいるし、ね、ダニエル・キルヒがいるし、エギリス・シリンズ・ウォーターでしょ。もう、One of the most gorgeous casts in the world ですよね。このプロダクション、今回のね、ルチアはね、なんといってもまずは、スペランツァ・スカッチ、希望さんっていう名前なんですよね。希望。なんていう名前ですか、これ。あ、いい名前ですよね。で、そしてですね、ルチアがイリーナ・ルングというのはですね、歌のテクニック上の常識をね、ちょっとこう超えたところ、で歌ってるっていう感じを私たちに与えてくれる人ですよね。とてもとてもその人間味のある、したがって狂乱の場も狂乱すべき声になる数少ない歌い手さんなんじゃないかなと思いますね。エリザベッタにはですね、マリーナ・コスタ・ジャクソン、ピンと来てる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ジンジャー・コスタ・ジャクソンさんというのがですね、前のシーズンのカルメンで、私たちを沸かせてくれた人なんですね。彼女の妹さん
ですね。エボリ姫はこれはまあ有名なアンナ・マリア・キオリですね。そしてフィリポン2世、傑出したあの功績を残しているミケーレ・ペルトゥージですね。それからドン・カルロ・ルチアノ・ガンジ。そして今回は何といっても特筆すべきはロドリーゴにシオン物語の主役を務めてくれた高田智博さん。彼はもうあのロドリーゴの役をもう何回も歌って得意の役としてあの手中に収めている人です。皆さん、新国立劇場オペラパラスはですね、2020年2021年の新しいシーズンにも、よりすぐった、新演出のプログラム、そして世界に問う価値のあるプログラム、話題になる話題性の多いプログラム、そして、充実した出演陣、指揮者陣、歌手陣で、新たに臨むレパートリー公演ですね。どの公演を見ても皆様に様々なあの角度から楽しんでいただける、ポイントを多々含んでおりますので、ぜひ、この劇場にお越しいただいて、そして、オペラの楽しみを思う存分楽しんでいただけたらと思っています。皆様、会場でお待ちしております。